おはようございます。一宮キリスト教研究所の阿久呂勉です。今日もご一緒に聖書を学んでまいりましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書4章27節から30節までです。聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書 A 民族差別、男女差別を超えるお方。4章27節。その時弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。だが何をお求めですか、なぜ彼女と話しておられるのですか、という人は誰もいなかった。B、御子なる神、イエス・キリストの全知。28節。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来てみてください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかすると、この方がキリストなのでしょうか。C、教材、対話、説得、改心。30節。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきた。今朝の箇所は、ヨハネ4章27節。イエスが女の人と話しとられるのを見て驚いた、という言葉を持って始まります。私たちはすでに4章9節で、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったことを見てきました。人権情報が広く行き渡っている今日でさえ、民族差別や男尊女卑は私たちの文化の一部となっています。キリスト教福音派の伝道についての見解表明として有名なローザンヌ誓約には、第10項、伝道と文化、世界伝道に必要な処方策の開発という点で、今求められているのは、想像力に富む開拓的な処方法である。それによって、神のもとにあって、キリストに深く根ざしつつ、自己を取り巻く文化とも密接な関わり合いを持った教会が起こされるようになる。ところで、文化は常に聖書によって精査され、かつ、判定されなければならない。人間は神の寄贈者であるゆえに、彼が織りなす文化のあるものは、美と特性とを豊かに示している。とともに、人間は罪に堕落しているゆえに、その文化のすべては罪によって汚染されており、とあり、教会はただキリストの栄光のために、文化を変革し、それを実り多いものにするように、ひたすら努めていかなければならないとあります。聖書はガラテヤ3章28節で、ユダヤ人もギリシア人もなく、男と女もありませんと、民族差別、男尊女卑を乗り越えていくような世を励ましています。弟子たちはヨハネ4章27節で、イエスが女の人と話しておられるのを見て驚いたと書かれています。だが何をお求めですか？ただ、なぜ
彼女と話しておられるんですか、という人は誰もいなかったとあります。それは御子なる神イエス・キリストの人間観についていけず、思考が停止し、体が凍ったように動かなくなってしまったかのようです。これは今日のクリスチャンの状態でもあるでしょう。米国での選挙を見ていますと、差別や分断を助長することの中に、キリスト教会も巻き込まれてしまっているかのようです。教会はそれらの流れに抗して変革の力となるべきでしょう。キリスト教会の歴史には、美と特性等を豊かに示している部分とともに、人間は罪に堕落しているゆえに、その文化のすべては罪によって汚染されている部分があります。クリスチャンは御霊なる神、聖霊を宿すものですが、その器たる人間性は霊肉の混ざり物です。よく、あの人はクリスチャンなのにと言われるゆえんです。ですから私たちはサマリア人の女性に接触し、民族や性差の分け隔てなく会話を交わされる御子なる神イエス・キリストのありようを見習うことにいたしましょう。私たちの内にある罪によって汚染されている傾向を払拭しましょう。御霊なる神聖霊によって内におられるのは御子なる神イエス・キリストであられるのですから。サマリア人の女性は4章27節、弟子たちが戻ってきた瞬間何を思ったのか、炎天下の真昼、大切な28節、自分の水瓶を置いたまま町へ足早に駆け出しました。昨日メジャーリーグのワールドシリーズ第1戦で足首を捻挫しているドジャースの3番フリーマンが逆転サヨナラ満塁ホームランを打ちました。ドジャースファンにとっては爆発する喜び、ヤンキースファンにとっては張り裂ける悲しみであったでしょう。サマリア人の女性はマタイ13章44節、畑の中の宝、45節、良い真珠を発見したと思ったのです。ダマスカット城で光に打たれたサウロのように、ピリピ3章8節、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に、私は全てを損と思っています、といった、御子なる神イエス・キリストとの出会いの端緒を経験したのでしょう。サマリア人の女性は彼女にとって貴重な財産の一つである28節、自分の水瓶を置いたまま町へ突っ走りました。その競歩のような早足が目に浮かびます。私たちのクリスチャン生活の中にもそのような瞬間があるでしょう。そのゴーサインを見逃さないようにしましょう。それはサマリア人にとって申命記18章18節。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こして、彼の口に私の言葉を授ける。彼は私が命じること、すべてを彼らに告げる、と、約束された預言者が、本当に来られたのであれば、それは天地を振り動かすほどの大事件であったからです。火事場のバカ力という言葉があります。火事の時に
自分にはあると思えない大きな力を出して重いものを持ち出したりすることから、切迫した状況に置かれると普段には想像できないような力を無意識に出すことの例えです。サマリア人の女性はパリオリンピックの陸上選手のように町までの約 1.5 キロをかけたことでしょう。そして片手を膝に、反対の手をヤコブの井戸の方に向けて、ぜいぜいと呼吸しながら29節、来て見てくださいと叫び続けたでしょう。それはモーセの時代から千数百年を経て、未知なる神のもとから御子なる神イエス・キリストが来臨されたかもしれなかったからです。サマリア人の女性の確信は、御子なる神イエス・キリストが29節、私がしたことをすべて私に話したことにありました。サマリア人の女性は人に話せないような波乱万丈の人生を生きていました。彼女には本人しか知らない、誰にも話したことのない秘密がありました。彼女はそれらの秘密を隠すことにより、秘密が人々との交わりを遠ざけ、それらの秘密は鎖のように彼女を縛り、蝕んでいました。ところがいつものように炎天下の真昼、人目を忍んでヤコブの井戸に来てみると、御子なる神イエス・キリストから私に水を飲ませてくださいとの声がありました。神様は遥か天高くにおられるだけの方ではなく、また死後の世界の彼方で待っておられるだけの方ではなく、今現在、ここの井戸端で座り声をかけてくださるお方なのです。この声に耳を傾けましょう。それはヘブル4章12節。心の思いや計り事を見分けるほどに私たちを知ってくださっており、その意味で13節。神の御前に現れない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されていますと言われるお方です。サマリア人の女性は29節、来て見てください。私がしたことをすべて私に話した方を紹介しました。それは人には決して知られるはずのないことのすべてが、御子なる神イエス・キリストの御前ではすべてが裸であり、さらけ出されていることに気づいたからです。私たちもこのことに気づいていましょう。しかし御子なる神イエス・キリストがそれを指摘されたのは、サマリア人の女性を縛りつけている闇の鎖から解放するためでありました。御子なる神イエス・キリストに出会うまでのサマリア人の女性は、人目を避けた人生を歩んでいました。しかし、御子なる神イエス・キリストの光が彼女の心に差し込んだ今、彼女の心の部屋の窓は全開され、暗闇に包まれていた部屋は注ぎ込む光で溢れました。29節、来て見てください。私がしたこと、すべて私に話した御子なる神イエス・キリストを紹介するために、彼女の暗闇の生涯はどこまでを明かししたかは書かれていません。それは彼女に与えられた恵みの御業ですから。しかし今や彼女は暗闇の鎖の一本にすら縛られていません。
支配されていません。彼女は自由になったのです。日陰者ではなくなりました。日の当たるところを歩めるものとなりました。8章32節。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。とある通りです。私たちが御子なる神イエス・キリストに出会うとき、このお方の真理の光に照らし出されるとき、私たちは真に自由なものとされます。私たちはサマリア人の女性の生涯について詳しくは知りません。その一端を垣間見せるものがありました。先日の新聞に、検察のエースと呼ばれた方が後輩に性的被害を与え、被害を受けられた女性が、被害を受けてからの約6年間ずっと苦しんできた。女性として、検事としての尊厳を踏みにじられ、身も心もボロボロにされた。家族の平穏な生活も奪われた、と訴えられていました。私はこの記事を読んだとき、サマリア人の女性に思いを馳せました。ヨハネ4章18節。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではない、と指摘されたときの、サマリア人の女性の驚きはいかばかりであったろうと。しかし、サマリア人の女性の反応は素晴らしいものでありました。隠すのでもなく、反発するのでもなく、4章19節、主よ、あなたは預言者だとお見受けいたしますと。ある意味、御子なる神イエス・キリストの御前にひれ伏したのです。そしてそれまでに決めていた最も重要な質問をします。礼拝すべき場所はゲルジム山なのかエルサレムなのかと。御子なる神イエス・キリストは4章21節、この山でもなくエルサレムでもないと答えられました。ゲルジム山もエルサレムも聖書に根ざした主張でありました。しかし、御子なる神イエス・キリストは御父、御子、御霊なる三位一体の神と、その御業に根ざした聖書解釈により、彼らの伝統的な解釈を超越した礼拝理解を提示されています。これらの一連の御子なる神、イエス・キリストの来臨と教材、井戸端での対話、説得による疑問点の解消等への道をたどり、サマリア人の女性は改心への軌道に乗せられてまいります。そして素晴らしいことには、彼女は自分の大切な28節、水瓶をほっぽり出したまま町へ行き、人々に証をし始めたのです。御子なる神イエス・キリストとの真の出会いを経験した人は皆黙っていることはできません。黙っていても周囲の人々からはその人の大きな変化に気づきます。闇に覆われていた人から光がこぼれるのを見るからです。大声を上げなくても静かに黙っていても御子なる神イエス・キリストに出会った人から溢れる喜びは隠し仰せるものではありません。世の人々はあなたには何があったんですかとか、あなたには何か起こったことがあるでしょうと尋ねる人があるでしょう。その時には私たちは申し上げましょう。4章29節、来て見てください。
私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか、と。それではお祈りいたしましょう。